はい、アンディです。今年初スナップはこちら M11 にズミルックス 50mm で行ってみたいなと思っております。ぜひ最後までゆっくりご覧ください。いつものね、よく撮影してる河原に来てるんですけど、結構ね、夕日がいい感じにこう差し込みそうな気がしたので、ちょっと慌ててカメラを持って出たっていう感じなんですけど、どうですかね。ちょっとね、どのあたり撮るかも含めて、まあちょっとうろうろしながらね、撮っていきたいなと思うんですけども、まあちょっと新年一発目のスナップってことで、テーマとしてはやっぱ光をちょっと撮りに行きたいですね。若干雲が厚いんでね、まあどこまでちょっとこうイメージ通りいけるかわからないですけど、まあ試してみたいと思います。まあ本当ね、ここの河原はね、1年間を通してよく撮らせていただきましたね。今年もきっとお世話になると思ってますけども、このまままっすぐ歩いていくとね、5畳を超えて4畳なんですよね。まあまあ今日はちょっとそこまでさすがに行かないですけど、そういう意味では、あの橋のところとかね、ちょっと光が当たっていい感じじゃないでしょうか。あの辺りでちょっと数枚狙ってみますかね。川の方もちょっと行ってみたいですね。ちょうどね、撮り始めたら日が陰っちゃったんですけど、反対側の夕日がすごいいい感じですよね。ちょっとね、こちらも何枚か撮りながら行ってみたいと思います。なんか iPhone でこう撮るとすごくシンプルな綺麗な絵が撮れるんですけど、まあ、僕の写真の場合はそこからね、シャッタースピード結構速くしたりして、開放 1.4 にしてるんですけど、 F1.4 にしてるんですけど、4000分の1とかで撮るっていう、で ISO は200とかですね、まあ、それで撮るとこういった写真になってくると。こんな感じで撮っております。色はね、すごいやっぱ自分のなんか出したい色がもう取って出しでほぼ出るようになってきたなっていうのが最近の傾向で、まあ、ちょっとだけね、シャドウ締めたりとかもちろん、するんですけども、結構もうそのまま出しても大丈夫なことがやっぱ多くなってきたなと思ってて、取って出しにめちゃくちゃこだわってるわけではないんですけども、まあできるだけね、作業少ない方が楽だよねっていうのもありました。こういう青が出てくれると本当なんか嬉しくなりますね。結構、まあ、やっぱ影とね、青に僕こだわって1年間撮ってきたんだなっていうのを、なんか過去の写真を振り返っててね、自分でも思いましたね。もうちょっとなんか燃えるようなね、夕日が撮れるかなと思ってたんですが、意外とあっさりでしたね。さあ、もう少しだけ歩いてって、ちょっと街中にね、入ってきましたね。こういう高速道路とかも僕よく好きで撮ってますけども、
はい、といった感じで、ズミルックススナップやってきました。いやー、夕焼け結構綺麗ですね。見えますかね。いい感じなのでもうちょっとだけ撮りますけども、一旦この動画はここで締めようかなと思います。1月はですね、フォト講座をライカに越してコミュニティの方で主催させていただきます。概要欄にねリンクありますんで、よかったらそっちもチェックしてください。それからコミュニティメンバーもまだ随時募集しております。結構ね学びの深い、本当にこういいコミュニティに育ってきているなという実感をしてますんで、そちらも合わせてチェックよろしくお願いいたします。といった感じで、じゃあ2023年も楽しく写真撮っていきましょう。また次回の企画でお会いしましょう。